ろいろあって、でそれぞれ のランド家田舎にふるさとにあるランドマーク、ね、お城だったり、ね、名所旧跡だったり、それが未来どうなってるのか書いてみようというので始めました。まあ、東京タワーがあのスカイツリーになったようにどうなる、それぞれ のランドマークがどうなるのっていうので、いろいろ出てきたんですけども、やはり滋賀県は琵琶湖っていうのが出てきて、琵琶湖を絵に描くとどこでも滋賀県になってしまったっていう、これ別に滋賀県限定じゃないんだけども、まあ、滋賀県に見えてしまう。で真ん中に琵琶湖があります。でじゃあ上田さん、まずじゃあここのこの琵琶湖の上のこの島ちょっと説明してもらっていいですか。あ、はい、その島はですね、前に出てきて、あ、すいません、ちょっとこれ橋がなくなっちゃったんですけど、当初あの滋賀の個性と孤島の人は全然こう琵琶湖があるせいですごい遠いんですね、はい、同じ県内なのに交流が全くないので、橋なかったね、橋つけないかもね、すいません橋を作って橋の真ん中に人工島を作りました。でここはちょっとなぜかわかりませんが、この土はすごく肥沃な土で、あの植物がすぐ1日で育ってます。1日で育ってます。だからカップルでデートに来て2人で自給自足の体験をここで、あの食物、あの野菜を育てたり、まあ、琵琶湖で魚を取ったりして、まあ、3日間ぐらいこう自給自足の生活をできる島です。はい、はい、もうそういうあの不思議なここが琵琶湖の真ん中に出て、でそしてその琵琶湖の真ん中の1日で植物が成長してしまうパワーなところから、宮崎出身の大田原さん、はい、この鳥居をくぐる、はい、エスカレーター、はい、あの宮崎はあの神話の、町、あの国です。でこういう鳥居がある。であのまあ将来はですね、こういうあのすごいエスカレーターができて宇宙まで1日であの新婚旅行とかに行けちゃうと。そういう宮崎は新婚旅行のメーカーですからね。だったんですよ。だったんです。それがあのこういうのができるとまたその栄光を取り戻せるのではないかと、ということであります。はい、はい、ここ場所が滋賀県っていうのはこう別にいいんですか。まあ、こういうね、モニュメントがあれば、あれば宮崎県いいかなと、はい、はい、でそして、その行く途中にですね、じゃあ、千葉県出身の、はい、野瀬さん、じゃあ、ここの手を説明してください。私は浦安のすぐ近くに住んでおりまして、でまあ、そうすると、一番こう、なんだろう、特徴あるものといったら、ディズニーランドなので、私は東京ディズニースカイをちょっと作りまして、ディズニーシーならぬディズニースカイ、はい、それでまあただまあ空の上に行けたら楽しいなっていうのと、それとちゃんと酸素売ってるお店があって、まあ空気が薄いのでちょっと普通に行く分には息はギリギリ平気だけど、ジェットコースターとか乗っちゃうとなんかやばいかもみたいな感じでちゃんと酸素売ってるお店があって、でもそこで酸素を買って、まあ普段なんかあるものがないって不便なんだなと、まあその夢の国に行き楽しみつつも命の大切さをまた再確認するような国を作りました。ディズニースカイに行く手段としてここに考案されたのが横浜出身の石川君の考えた観覧車の未来で、観覧車どんどん足していって移りしていって、もう上まで行けるっていう、どんどん増築していった観覧車です。で、観覧車の中ではいろんな国とビジョンでつながっていて、今も入りないですけど物も行き来できるような状態で楽しみながら、ディズニースカイまで行けるっていう観覧車。はい、ありがとうございました。観覧車の横にはこう、湖畔にですね、広い、野原があります。ここは長崎出身のトリス君、長崎には平和記念像というあのものがあるんですけど、それは多分将来なくなるだろうなと、そういうモニュメント的なものがなくなってきっと原っぱになるんじゃないかっていうところでですね、みんなだらだらそこで過ごしてるんですけど、まあ、そ
そこで の楽しみ方っていうのは、男女がですね、こう抱き合いながらそれぞれの精神世界に行ったり来たりできるあの装置をつけてですね、こう男女がそれぞれ の気持ちを確かめ合ったりとか、あとこう動物と交信したりとか、ちょっと分かりづらいんですけど、昆虫をこうやって入れて昆虫の気持ちどうなのかなってやってる子供がいたりとかですね、まあ、そういう楽しみ方ができる、そういう、広いスペースです。もう物じゃなくて場所があればもうこの装置があればもう楽しめます。楽しめるけれども抱き合って抱き合ってそこ大事ですというあの、ね、長崎 あの平和記念像のモニュメントも将来的にはそういうものじゃなくて、ね、場があれば、そういうメッセージをつなぐだろうということで、物がない世界があって、でそして、ここは地下です。じゃあここは愛知出身の大田さん、はい、今年から愛知は世界一のプラネタリウムができたので、それから考えて、プラネタリウムだけじゃなくてもうそれを進化して宇宙とかまでそこから行けちゃったりとか、反対に地下に行けて地下に住めたりとかで、あの科学館とくっついてるので、こういったあのいろんな人間と動物がくっつけちゃったりとか、その日によってあの上だけ羊にしてみたりとか、下だけ象にしてみたりとかで、なんかいろんな体験というか、あ、象ってこんな気持ちになったとかいうのが楽しめたらいいなということで、ここでなんかなってここトンドーンと飛んでいくような感じにしてもらいました。でドーンとこう飛んでいくと、はい、ここいろいろあれだよね、こう動物と合体できるんだよ、はい、まあ、星座みたいなもの、星座が実際ここには宇宙的なパワーがあって本当にこうやつらがいるみたいな、でそれで宇宙に行っちゃって、実はミッキーマウスもここから出てきた手積みと人間みたいな、これここに帰ってきたりとか、ここから出てたりとか、これぐるぐる回ってるっていう、ぐるぐる回ってここで取った野菜をここに食べてる、あという、滋賀県の未来名前を付けるとしたら滋賀県の未来宮崎県とか愛知県を受けると思うんだよ、統一テーマが、まあ、今日の、はい、一応こうキュッと掴むと、私は滋賀県の未来じゃあ後で名前、はい、じゃあ次の地図、はい、どうもありがとうございました。